皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作力チャンネル動画のご視聴ありがとうございます。今日は5月の9日なんですが、 JAXA 宇宙航空研究開発機構が記者会見を行いまして、先月、平成最後のミッションとして行われましたクレーター探索運用括弧事後、つまり、衝突装置を当てて、クレーターがどこにできたかっていうのを観測する運用を行ったわけですけれど、それの結果と、今後のはやぶさ2の運用方針について、発表がありました。でこの運用によって、クレーターの撮影に成功したっていうことと、クレーターの位置がほぼ本来狙っていた場所に当たったということが分かったわけですね。はい、衝突の目標地点というのは、この画像でいうところの S01 って赤い点がありますけど、ここなんですけれど、そのほぼ見た目上の、ちょっと左上のところに当たったということですね。でさらにこう近づいた画像で見てみますと、この衝突目標地点、この S01 という赤い丸の中なんですけれど、そこから20メートル離れてた20丸のある地点、ここが実際に衝突装置が当たった場所ということで、目標地点からほぼ20メートル程度の、言ってみればほぼもう狙った場所に当てることができたということですね。でその衝突装置が当たった時にはやぶさ2から分離されて、観測を行った DCAM3 というカメラのその中のでもデジタル系というより高解像度の画像で見たリュウグウの姿なんですけれども、当初はね、アナルン系のこう解像度の低いものしか公開されていなかったわけですけど、こちらはその表面のボルダの形までよくわかる高解像度の画像で、左側が SCI が作動する14秒前で、右側が作動した3秒後と。ということで、3秒後にはこう地面に当たったということですね。その、表面からのこう吹き出しているものがこう映っているということで、当初はですね、かなり偏ってこうエジェクターが上がっているように見えてたんですけど、この画像を見ると、奥側にもちゃんとこうボーンとこう上がっているのが見えているので、そんなに偏った感じではなかったのかなと。表面の状態によってこういうふうに見えてるんだろうと思いますけど、エジェクターがこうしっかり上がったということが、これはっきり見えますよね。で、次はこちら、その衝突装置の前後の地形の変化ですね。これを見ると、左の写真のほぼ真ん中あたりに当たってるんだろうと思うんですが、その前後でその周囲にある岩とかが、放射状に移動したりしてて、前と後ろではこう大きく地表が変わってて、10メーターくらいのクレーターがその場所にできてると、クレーターというか地表の変化が10メートルの範囲で起こってるっていう感じですかね。でこのメインのクレーター以外にもちょっと地表に変化があるところがあったそうで、その地表の変化があった場所をこう周囲でこう観測したらば結構こういっぱいあったようでして、これらは小惑星の表面にこう丸い形で分布してたっていうことなんですね。でそれをリュウグウの 3D モデルに構成して作った画像がこちらだそうで、衝突点がこの青い丸の中心にあるわけですけど、その地表の変化があった場所がこうその周囲にこう円弧状丸くこう分布してたということで、これは衝突装置が、炸裂をした瞬間にこの中心はもう当然弾丸としてまっすぐブーンとこう飛んでいくわけですけども、その周囲にこの衝突装置の固定されてた場所ですね、その丸く固定されてるんですけど、その周囲からこう弾けた破片が飛んでいって、地面にこう当たって、それでちょっと地表が変化してるんじゃないかということですね。で会見ではこの画像のうちの左側のやつが動画になってて、こちらは10年ほど前に地上で実験されたものなんですけど、まっすぐ衝突装置のこう中心は落ちていくんですけど、こう下にこう炸裂した後にですね、その周囲にこう
波加工がバババババッとこう落ちるような、感じの映像になってるわけなんですけれども、まさしくそういうことが実際に竜宮城で観測がされたということでしょうね、これはね。はいはい、で今後のハヤブサの運用方針なんですけれども、まあ、2回目のタッチダウンを控えてるわけですが、5月からまあ7月に関してのまあ運用計画は、まず竜宮がですね、太陽に向かってこう近づいている状態で、まあ、このまま近づいていくと、まあ、9月に一番太陽に近くなるんですけれど、まあ、そこまで行っちゃうと表面温度が100度を超えるそうなので、そうなるとタッチダウンをした時に、まあ、ハヤブサ本体のメカが熱でやられちゃうという危険性があるので、まあ、7月初旬までを、まあ、リミットとして、まあ、タッチダウンを行う予定であるようなんですけれども、そのタッチダウンする場所を選定しなくてはいけないんですが、5月14日から16日にかけてまずその1回目の、地表の低いところまで降りていって、表面を観測する運用を行うんですが、それも含めて、3回6月の頭くらいまでに地上に地図の近くまで降りて表面を観測する運用を行った上で、タッチダウンをするかどうかの判断をするそうです。まあ、その1回はタッチダウンが成功しているので、まあ、その時に撮った資料もあるので2回目をやるかどうかっていう検討もされているそうですね。で、まあ、2回目、やる場合のその候補地点の画像がこちらなんですけれども、左上から L14 エリアってありますけど、これは先日のその交換運用を行った時に新たに選定された候補地点で、その右下 C01 エリアっていうのは実際に衝突装置が当たってクレーターができた場所の地点で、右下に SE01 エリアっていうのは1回目のタッチダウンの時の予備のバックアップの地点だったS01エリアの、それぞれの中にこう黄色い丸がありますけれども、そこに降りることになるかもしれないという、まあ、候補地点ですね。これはまあ5月の9日時点での、候補地なんですけれども、5月の14日からの運用でまずこの S01 エリアというところに降りていって、でターゲットマーカーという、まあ、タッチダウンの時の、まあ、目安になる、こういうなんかボールみたいなやつを落とすそうなんですけれども、そういった、まあ、低高度の観測運用をさらに2回行った上で、タッチダウンをするかどうか決めるということですね。まあ、それを、まあ、7月の頭までに全部やんなきゃいけないということで、まあ、選定もいろいろ大変なんじゃないかなとは思いますけれども、まあ、プロジェクトの皆さんは当然ですね、まあ、このクレーターができたところに当然降りたいでしょうけれども、まあ、それはあくまで、安全を優先するということなんで、まあ、直接そこから採取できなくても、その外装置が当たってこうバーンと中の物質がこう飛散して周りに飛び散ってるかもしれないんで、まあ、その周囲をタッチダウンしても、まあ、中の物質は少なからず取れるかもしれないんですよね。で、まあ、1回目のタッチダウンの時にちょっと想定外のことが起きたのは、タッチダウンをして浮上する時にこうガスをバッと吹くわけですけど、その吹いたことによって地表のこう細かい、まあ、埃が舞い上がって、ハヤブサのそこにある光学系の、観測装置にちょっとこうそういう埃がこう付着してしまってる可能性があって、それがまあタッチダウンにどう影響するかっていうこともまあ検討の中に入っているそうなんですけれども、まあその姿勢を制御するための重要なその光学系の装置もついているので、そのタッチダウンの時に実際こう降りていって曇っちゃった状態でこうタッチダウンをまあ正常に行うことができるかっていうことがまだちょっと懸念としてあるみたいですね。まあそのカメラが曇っちゃってるのと同時に、その
高度を測るこうレーザーを当てて高度を測る、まあ、装置もついてるんですけど、まあ、そういったところまで、こう汚れがついちゃってると、まあ、思わぬ動きをして、タッチダウンの時に、まあ、ハヤブサ自体にですね、まあ、致命的なダメージを与えちゃう可能性もあるわけですから、まあ、そういったことになったんでは、まあ、探査機の破損につながってしまって、もし、墜落とかそういった最悪の事態になってしまったら、せっかく1回目で取った資料も、まあ、手に入らなくなってしまうので、まあ、その最悪は2回目ももうやらないということはあるわけで、そういった検討がまあ今後2ヶ月のうちになされるということですね。はい、それからまあこれはおまけ的な話なんですが、小惑星リュウグウの 3D モデルですね、それが以前公開されてきたわけですけれども、それはまだあのちょっと解像度が低くて、表面の ディティがあんまりよくわからないものだったわけですけれど、まあ、こちら 3D プリンターに出したもの、これはその以前 その低解像度の、まあ、表面があまりちょっと精密でないものなんですけれど、今回非常に精密な 3D モデルが公開されまして、日本プラネタリウム協議会というところのホームページで、データが公開されています。そのホームページをアクセスしますと、非常にこう精密な表面のモデルを、まあ、マウスを使ってこうグリグリ動かしたりすることができる他に、まあ、そういう 3D のデータが公開されていますので、まあ、興味のある方はこういったふうに 3D プリンターで出力してみてもいいんではないでしょうかね。まあ、自分もできればクレーターのど真ん中にタッチダウンをしてもらいたいとは思っていますけれども、まあ、そこは安全第一なんで、まあ、確実に資料を持って帰れる方法を、まあ、検討していただきたいなと思いますね。はい、というわけで最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタンを、チャンネル登録もお待ちしております。関連動画再生リストからよろしければ他の動画も見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。